手前がアステカの遺跡、そして向かって右側にサンティアゴ教会、左側に現代の建物三文化広場とは、メキシコ合衆国メキシコ市のトラテロルコ地区にある広場である。この広場はメキシコがたどった三つの歴史文化を見ることができることから三文化と名付けられた。メキシコの建築家で都市計画の専門家マリオパニによって設計され、 1966年に完成した。この地は、元はアステカの商業としてラテロルコであった。そして、1521年8月13日、アステカ第11代君主、クアウテモックがエルナンコルテス率いるスペイン軍に包囲され、老城戦の後降伏したのも、この地である。広場にある、記念碑には、こう記載されている。 1521年8月13日クワウテモック王によって英雄的に守られてきたトラテロルコはエルナンコルテスの手に落ちたそれは勝利でもなければ敗北でもなくメスティーソ国民の痛ましい誕生であったそれが今日のメキシコである L13 でアゴストで1521拾いコメンテディフェンディードポルクワウテモック海をトラタロールコアンポデールでエアナンコルテスのオフエトリンフォエノアイ ダロータ・フエール・ドル・ロソ・ナ・シミエント、デル・プエブロ・メス・チーソ・ケイ・エス・エル・メキシコでおいそして、スペイン植民地、ヌエヴァ・エスパーニャ時代、多くのアステカ遺跡は破壊され、広場そばのサンティアゴ教会など建築物の資材として再利用された。トラケロルコ事件の慰霊碑、慰霊碑は25年目である1993年10月2日に公開された。最後に、近代のビル群である、 元外務省のビルは2007年10月22日にメキシコ国立自治大学の文化センター、そしてメモリアルデル68と呼ばれる博物館となっている。この博物館は1968年10月2日にこの広場で起きたトラテロルコ事件について取り扱っている。ありがとうございます。